来とりますアイレディ番号1、4、5。うーいえーい、ももいろクローバー Z。はい、なんかもう、はいはい、始まった、もう、はい、はい、どうも、なんか今日はね、朝のシャンコ練習中からずーっとこうやって人のおっぱい触ってきて、ずーっとちょ、なんか、後ろからこうやってやった時の、おっぱいが、なんか、D か C ぐらい結構いい感じのね、そんなにいや、ほんと、ちょっと触って、結構いい感じだよ、そう、あるの手のひらサイズぐらいあるよ、ね、あるの主人のおっぱいは、一君カップ数上がったの上がってねえよ村は買い替えなきゃ誕生日あげるよいらねえ、バカじゃない、ブラザーもらってどうするブラザーメンズブラザーバカか、いらねえよいや、この店変人しかいないよメンブラあるだよブラザーブラジャー行くあれ昨夜、今日飲む日だよねなんだよグイグイあ、ほんとだつけてるし、俺だからだって、ほんとだそれだけ薄いってことだよ俺のさ、飲み物だけさ、なんかあれ、いっくん、お鍋ホストだってなきゃねえだろ、俺は普通のホストだ透明じゃん、これ透明なお酒なんださっく飲めないのこの人だけ水ですよ水飲んでんの今日水飲んでんのやる気ないのなんかぬるいんだよ、今日透明なお酒だよ、これぬるい、ぬるい、なんかそれ系のコメントを絶対拾うよ。だって光る毎日ドンキで上がるとこがいるの。あかんやろ。いるの。何で情報入ってる。ジジイはお湯とかね。歌舞伎。大久保。マジキャストじゃねえの。左右大久保。どっち。あったかいお湯。俺も見た。俺も見たことあるだもん。でも俺は歌舞伎のアダルトコーナーじゃ満足できない。最悪だから。じゃどこなら満足できるの。専門店。何を専門店。専門店、ね、早く来ないかな、こっちの2人は今日ほらシャツがねね、ね、この2人ね、なんかね怖いね、なんか似てるんよねできてるラブラブだから似てるんよねほらチューコールとか来ないかな、なんかチューコスですかチューいや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 おいおいおいお前今日テンション高いな、今日テンション高いよ今日、最近2週ともこいつテンション低くしてるそうですね、最近ねあ、来たほらチュー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 相変わらず動物園に来たじゃないか鳥、ゴリラ、豚、あ、水族館おい一人だけ、一人だけなんか違う青の人イケメン、いい子だね君それはね、多分、画面のせいだよいい子だ光の部屋に行ったんだって言われたあれ、チューしか行って、ウォウウォウそっちのチューしか行ってセックスって給料多いのいい、いい、しないチューするしない進撃の巨人巨人、ほら画面越して見たらイケメンに見えるのかもしれないよね生で見たら確かにこう見ると頑張りまおうかっこいい今日生で見るとねちょっと真ん中の人イケメンでもおっぱいあるけど大丈夫ですB カップか C カップねえねえ進撃の巨人はこうやって走るけど進撃の巨人ってこうでしょおいしかも走んない泳ぐ泳ぐ泳ぐ今海から上がってきたばっかだ青い子実際あったらそうでもなくておい誰だお前そうでもなさそうあなさそうってねそうでもないかもしれないさっきのオープニングの目でかい人そうでもないけどね、はい、いたっけそのオープニングの目でかい人いや、他店だから別にどうでもいいやあれ、ヒカルさん、ヒカルでかっこいいじゃん、なかなかいいじゃんじゃんじゃん飲もうじゃんはいかっこいいじゃん、なかなかいいじゃんじゃんじゃん飲もうじゃんかっこいいじゃん、なかなかいいじゃんそうでもないけどねマジでなんだろう、私はそうでもなかったよって書いてあるしで、お味は狂月ロックの味がする私の父は私の父何カップ月ロックの味正解は越後製菓はいよし昨夜はすごい飲むって聞いたあ俺も昨夜くんあ、さっくん明日昇格祭じゃんおめでとう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 お前もだろお前も違う俺もう降格した降格した降格したあのゴリラに一番右ってキツツキ俺じゃねえか俺じゃねえかよ誰がキツツキだ久々に来たの鼻で穴掘るねね一時期めちゃくちゃ言われてたよ ね化粧濃い濃くないよ今日超薄いよいや大変なこと落としたらだって顔ねえもんおい確かに、ね、久しぶりにスキン見て驚愕したのゼッツワイワイ系です多分ワイワイ系こんな感じだわ、
こんな感じだわ、ナンバーだよ。ナンバーワンが言うんだから間違いねえ。誰だナンバーワンって、俺か。酒屋飲んでないと陸で生きていけない。ほら、誰だ。あ、確かに液体がないと呼吸できない。ハル、ちょっと飲んだ方がいい。ほら、液体あるじゃん、こういうの。赤シャツの方、2丁目でお会いします。あの、2人いるけど、どっちかな。どっちかな。どっちかな。傷つき残りだ、どっち。どっちもどっちで嫌だね。ほんとだよな。ゴリオ、みんな動物園。俺、そう、この前なんかバナナ渡されたとあるキャストのね、女の子に、うん、ね、俺も渡された。とある主任のね。待て、あ、そうか、うちの店主任一人しかいない。左からゴリ顔、猿顔、普通、ジジイ。ジジイ。左からゴリ顔、猿顔、普通、左からだから。ジジイ、きつい、昨日お前ジジイって言われてる。合わせてゼックスです。普通が一番困るわな。いいじゃないですか、人間とホストやってる普通が一番嫌だ。あ、本当に。でも、両親一番困る、一番困る、一番困るわ。ゴリラ、ゴリラ取られたよ。ハクジレウーパールーパーに出るって言われる。ウーパールーパー、俺、ジジイ。ジジイだよ、ジジイ。でも最近なんかね、あの、大人っぽくなったんだよね。やめろ、この中で一番若いぞ、俺。20なんか今日ね、漫画に出てきたの大学生っぽくないな。確かになんか、真面目そう。いや、もうなんかね、ホストホストするのが僕はもう嫌だ。ミルクティーしか飲まない。ホストいないよね。あ、俺だ。いるじゃないかよ。俺や。真面目そうに見える。からしヘア。からし？誰からし？これじゃん。さっきやか。ここからし。からし？あの色？あの色、からし色でしょ。チューブの。なんかね。こっくりさんが紛れてる狐。あ、狐だ顔だね。人っぽいもんな。あ、狐なの？キトヘ、キト。うてえよ、動物だからこそだよ。やっぱサックも若干ゴリラって。おい。みんなネオゴリラと魚のハーフ。みんなネオじゃないし、ここ飲むもんね。結構飲みますよ。いや、俺はもうね、一番飲む人だから。本当だよ。もうだって今足が震えてるもん。それだもん、ね、病気だよ。それは病気だよ。それはやばい。何で震えるの足が。え、アルチュー。アルチューも言えなくなってきてる。アルチュー。アルチュー。アルチューって可愛くね。なんかいつも可愛くねえよな、もう。さけや、そろそろいつものラッスン行っとこうか。なんだ、なんだよそれ。行っとこようか。行っとこようか。行っとこようか、まあ、ごついったろ。行っとこうか。ぐいぐい。あ、火星方形。火星方形です。誰が？一つ上の火星方形の。さけやか。ね、あるよ、ね。あ、今雑誌とかでもこういうやつあるよね。でもなんかかっこよくない？かっこいい。あ、ここだけ見て。え、もっと上上げて、もっと上げて。あれ、かっこいい。イケメン来たこれ。ネオホストってどうやって単価上げんの？どうやって、いっくんの場合はフードだもんね。バカじゃねえ。フルモリ、フルモリすげえ特大だ。ソフトドリンク、ガブ飲みしかない。フードって、おい、やばいね。フードそんな頼んだことないけどね、俺。カルボナーラ食べたい。いや、今の嘘ですからね。え、みんな気をつけてくださいよ。春巻き屋一時期食べてた。いや、寿司とかいっぱいあんじゃん。春巻き営業したもん。春巻き営業、寿司しか食ってないじゃん。いや、そんな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 、あ、春巻き食べたいから、ちょっと今すぐこいつで。あ、俺じゃない。左から二人、バナナ。俺じゃない、俺かと思った。左から二人、こっちの二人でしょ。バナナ、ね、バナナ一番似合う人この人だからね。でも俺もたまにゴリラって言われるよ。 50m 離れたらかっこいいよ。うるせえやろから。え、これ大丈夫、メートルじゃなくて、え、K が入ってなくない？おい、 50km。 園長タックンって俺も動物だ、俺も鳥だぞ。園長タックン、鳥、鳥、ゴリ、ゴリ、豚、豚、魚、魚、なんかジジイ。ジジイだけ人間じゃん。動物っていうかもう、もう老人ホームだよ。老人ホーム行こう。老人ホーム行ってらっしゃい。老人ホームだよ。老人ホーム行ってらっしゃい。なんで手を触ってくるの？アルチューハイマー、アルチューハイマー。寂しいんだよ、きっと。寂しい。おじいちゃんだからほら、かまってもらうことにすごいさ、ほら、飢えててさ。飢えてる。違うよ、ラグジュアリーホストクラブ、デックズーだよ。酒くせえ、マジで。酒くせえ、マジで。てめえらがいれば狂言だろ。今日ちゃんとまだロロツ回ってるから、まだ飲み足りないんだよ。それ水？これ水、これ水です。え、それは普通の水？何水飲んでんだよ。ちょっとアルチューが水飲んでどうする。ちょっと、口元ゆる。やっと胃の中で水割りになった。ハーフだけど口からね、すごいダラ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 こぼれてるこの人。おじいちゃんじゃん。今日月どこ行ったの？ありますか？え、今日全部後半ね。いや、
前半1個いっとこうか。あ、じゃあもういこうよ。てか氷入れて。今日は氷入ってない。あのイクトプレゼンツ氷入ってないよ。はい、イクトプレゼンツ。あ、これで野菜だ。なんか虫飛んできたよ。何これ。え、何これ。バナナ出てくるの。違うよ。三ツ矢サイダー。三ツ矢サイダーと、あれサイダー2個。おじいちゃん可愛すぎるんで。三ツ矢サイダーと、はい、あとは使うのはこれです。メントスとかじゃないよ。はい、何これ。何これ。ヘリウムガス。ヘリウムガス。あ、やばい、ヒゲが。ヘリウムガスは声を変えるやつなの皆さん知ってると思うんですけど、300円。これを飲んでヘリウムガスを吸ってゲップをすると、あのどういうあれになるのかっていうのをちょっと検証してほしいです。ああ、なるほどね。どう音になるか。はい、ちなみに、あの僕はゲップ出ないんで。ゲップ赤ちゃんですよ。でかすぎだ、赤ちゃん。ゲップを自然に出せる。でなんだろう。いや、赤ちゃんじゃでかすぎだろ。ビッグベビー。何の子供だよ、ゾウの子供ぐらいやる。ね、じゃあ、とりあえず、ヒカルさん、サクヤ、マオにちょっと、挑戦してほしいです。これ、どっちか、言うていい、言うていい。はい。ビニール袋欲しいけど。なんで、とりあえずさ、だってゲロなんさ。とりあえずヘリウムガス吸ってみていい。ほら、ダメ。じゃあこういうさ、回数制限あるの。こういう炭酸系。5回しかできない。さっき俺1回やった。前回やったことあるけど、吐いた記憶が。だまずこれを、ガーって飲んで、吸って、ゲップしてください。いや、だからそれ順番に行こうか。じゃあヒカルさんからどうぞ。ヒカルが行く？ぐい。ぐい。ぐいぐーい。どこまで飲んだらゲップ出るか自分で大体わかりますね。大体わかるよ。結構いけるね。一本いっちゃう？マジで？一本いっちゃう？マジで？いっちゃう？いっちゃうの？いかないか。ちょっとこぼしてる。力出てんじゃねえか。こぼしてる。吸って、早く吸って。ほんと早く吸って。まず、ボタボタ垂れてる。声変わった？変わってないわ。もう一回、もう一回、もう一回。ヘリウム足りない、ヘリウム足りない。ヘリウム足りてない。ゲップしたよし。じゃあ、出ちゃったでしょ。ゲップできるけど。出た。ヘリウムが足りないの。吸って、ちゃんと。ゲップは。ゲップゲップ。変わんねえじゃねえかよ。変わんねえじゃねえかよ。これ、俺やるの。やだわ、汚いよ。しかも、ヒカルさん今これヘリウム口の中に入れた瞬間多分もう一回出てるから。なんか、ほっぺ膨らんでた。マジでヘリウム。ヘリウム。じゃあ待って、さっきから汚いっていうコメントしか来てない。いや、これ変われば可愛いかなと思ったのよ。だってさ、今日出勤して聞かれたのがさ、ねえ、ゲップできるねえ、ゲップ自由に出せるって。いやいや、なんかタイミングおかしい。なんで吸ったら出るんだよ。俺にさ、でこれあともうね、5回しか使えないんだよ。次誰行く。出るかな。次、サケ行こう。行きます。サケ1回で成功させてね。これあと多分2回ぐらいしか使えない。ヒカルさんめっちゃ吸うんだもん。え、今日これ企画これで終わり。いや、また後半にあと1個あるんで大丈夫。行きますね。はい。結構大量に多分吸わないと。どこまで行くさく。歌舞伎のダイソン、歌舞伎のダイソン。スーパーコーだからね。鼻を押さえて吸うんだって。はい。ダメ。俺これやりたくない。出てるガス。もう出てないでしょ。声変わって、声だけあれあれ声だけ違うね。CM お言葉ですが、東映社員に。確かに今回の件、私のミスで発生しました。しかし、ヘルプについて強引に会おうとまた事実。今回無事回収できた暁には、東映社員にあなたに土下座してお詫びしていただきたい。僕のシンデレラ。
はい、帰ってきました。次、マオくんね。あの声面白すぎる。グイグイ、まあ、使い方は結構いける。あの、わかるんだお前さ、うるせえよ。今ゲットすんな。お前も、お前も吹いてんじゃねえよ。出ちゃうね。出ちゃう、出ちゃう、ほら出ちゃう、出ちゃうって。もう出ちゃう、もう出ちゃう、もう出ちゃう。お前飲めてねえじゃん。飲んでないじゃん。食べてる、食べてる。ケツアゴみたいになってる。ゲップ出れないぐらい可能性で鼻つまんね。え、全然変わんないよ。声、声、これ声は普通だった。いや、いや、若干違う。嘘、いけ、いけ、もう一回もう全部残りすげえ、全部。はい、あー声変わらないよ。あ、変わった。うん、あ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 れまだ、あ、あ、もっと、あ、あれまだ残った。あ、あれ変わってる。え、変わってない。自分の声が分かんない。トマト何してんの、何やってんの、何やってんの。薬やってる人みたいな。全部ヘリウムを吸ってみたら声変わった。でも声変わった。本当に変わったの、それ。本当に変わってる。わざとですか。じゃあ、わざとですか。まだない。ヒカルさんの声が捕まった時の声変わった。薬物犯罪犯みたいな。出来心ねみたいな。もうなくなったガスが終わりでーす。終わりでーす。え、なに、これ結果ゲップは変わらない。変わらない。結果ゲップはゲップ。ゲップでした。はい。ヘリウムは効いた。ヘリウムまだ効いてるよ。あのタイミングが難しいよね。なんか関係ないところでゲップしてるやつとかいたら。本当だよ。あとなんか吸ってるサイズに出してるやつとか。おい、逆流してるとかね。はい、じゃあ1個目の企画は終わりでーす。あ、2個目あるの？2個目もあります。今日はなんと2個です。今日はホワイトボードを皆さんに配ります。このシリーズは多分な、ちょっと前にやったかもしれませんけど、やったの、これ1回だけ。前回は、走るっていう部分をしこるっていう文字に変えました。はいはい、じゃあ今日は皆さんことわざを書いてください。え、これさっき3つって言ったじゃん。3つ1個ずつ。どうしようかな、なんか時間的に分かんない。どうしたらいいだろう。4文字熟語。違うよ。違う。はぁ、ことわざって言ってんだよ。ことわざ。あ、じゃあ1個ずつみんな書いてください。1個ずつ、1個ずつ書いてください。字書ける、書けるよ。ほんとに書けるよ。大丈夫。僕は、まあ、僕は ネタを知っちゃってるんで、僕は説明だけにします。漢字書けない、どうしよう。まあ、それなんだよね、まずね。ことわざあるんだけど。OK ですか。 OK。 はい、さきやくん書けましたか。まだです。え、なんて書いてんの。魚も泳げば網にかかる。おい、やましいよ。とりあえず、分かりやすいように、ひらがなで書いた。魚の上にも3年だった。じゃあ、ではみんな書いてもらったんですが、はい、が、はい、最後の、言葉や、まあ、部分を、挿入っていう文字に変えてください。ん？マジで？最後の？最後の、言葉だったりとか、単語の部分を、挿入に変えてください。え、待って、俺一番立ち悪いんだよ。そうすると、まあちょっと、いろんなプレイになるよっていう。はい、え、俺これどこ変えたらいい。したら、ここを。これ、うん、これは挿入、うん、挿入に変える。あ、オッケーオッケー。俺、本当に物好きみたいな感じになっちゃう。あ、いいよ。だから俺、だからまず説明すると、魚にクロマースじゃねえよ。魚にクロマース。だから、こうね、ちょっとごめんね、感じ。感じじゃない、適当だけど、だからこうやって豚に真珠だったら真珠の部分を挿入に変えると豚に挿入っていう言葉になる。え、待って、俺いっくんと被ったんだけど。まさか被っちゃった。
なんで、まあちょっとみんな挿入って文字に変えて発表してください。挿入ちょっとそうするとちょっと面白いよっていう、考える時間ちょうだい。じゃあヒカルさんからいこうか。ヒカルさん、はい、どうぞ。はい、最初は何？好意に嫌なことを知ってわかる難しい。ああ、うん、これどこを変える？どこ変える？好意に嫌なことを知ってのは時の経つのはすごい早いっていう説明はいらないよ。どこを挿入に変えるかすごい、だからとりあえず説明がいるの。挿入嫌なこと挿入嫌なことち、はい、まあそうなるよね、はい、光の速さで矢の挿入って矢のことち挿入痛い、ね、あ、頭いい、個人成功らしいよそれ。そうだよ、詳しい人いるんだね。はい、じゃあ次行こう。はい、じゃあはい、次ジジイ滑った。はい、馬の耳に挿入すごいところに入れるんだねそういう性癖があるんだ。そういう性癖があるの？ないですね。魚の口に挿入とかじゃないザ・マニアックさすが馬の耳にはダメなの。さけよ、お前狭いの好きなんだ狭いのは好き、まあ、ガバガバ入れりゃいいよ狭いのはまあね、さてはちっちゃいなお前そっちに噛むよ。ヒカルさん終わりなの？もう一回入っていいんだよ。入っていいの？はい、じゃあ次、マオくん。棚からボタモチ、棚から挿入すごい勢いつけてるいや、なんだろう、棚開けてそこから入れる。それは生ですか？生なの？生なの？生かゴムかって言われたら、まあ生のボタモチがいいかな。グイグイだろ、うせぇぞー、うせぇぞー。じゃあ次、取締役、はい、ごめん、これちょっとね、あれ想定しなかった、全然微妙だわ。好きこそ、ものの挿入多分、野菜とかだろうね野菜とかなんか、ね、マニアックなプレー。好きこそ、ものの上手なれっていうね、あれなんですけど、あのね、これ面白かったのが一個だけあって、うん、秋ナスは嫁に食わすなみたいな、うん、あれを食わすのを挿入に変えると秋ナスは嫁に挿入って一個のプレーになっちゃうね。待って待って、じゃあナス挿入みたいな、なんかねえかな。いけたの？いけました。じゃあどうぞ。犬も歩けば棒に挿入すげえ細いね棒に入る多分筒なんだ棒に挿入ってこれ言葉座かどうか分かんないんだけど作文になってない。それそうだよおばあちゃんの知恵袋、おばあちゃんの知恵に挿入。やばい、滑ったよ滑ったよ滑ったよ今もうなんか面白いやつにすればいいなんかもっと考えるわあ、なんかないかな。ジジイお前も寝てきてもうそろ起きてお味噌汁作んなきゃいけない時間だからね。本当だよ、味噌汁作ってゲートボール行かないといけない。一回おしっこに起きるぐらいの時間はい、マオくん。猿も木から挿入普通だね。いやすごいよ、あんな上から挿入でしょすごい勢いで降りてくる、うん、強制施設入所ああ分かったなんかないかな。ことわざでしょ。ことわざあるよ。はい、これカッパの川流れからのカッパの挿入もう本当にさ、それ妖怪だマニアックな AV だよねはい、2階から目薬、2階から挿入高いとこ好きだね。高いとこ好きなんだなやばいね、高いところ俺でも高所恐怖症なんだよねジェットコースターお前本当に寝とけって言うよマンは高いところ好きなの？だから本当にヒカルさん高所恐怖症なんだよ。うちのパパ老人施設持ってるから入れてあげるよって来たもん。本当にちょっとなんか俺のさ出ない、出ねえんだペン先っちょへこんでん先っちょへこんでんだもん出ねえんだこれ。使っていいよ。見たできたできた。はい、どうぞ豊島リアキュー。遠くの親類より近くの挿入禁止増加禁止増加。いや、実家にいるお父さんお母さん放置して近くのセックスを言うはい、行きます。はい、挿入は三本の得
ただのやりたがりじゃないか。やりたがり。どんだけ欲求。それはマグナスら価格取るためって。あれじゃあさっくんやっぱり生で。やっぱりやっぱり。プライベート。プライベートでやっぱ生中野くん。やだ。じゃあ俺はじゃあまたもう一個。大丈夫それ本当に大丈夫？いけんの？バカと煙は高いところが好き。バカと煙は高いところから挿入。俺じゃねえかよ。かぶってるかぶってる。俺やないかい。サックの客やから。待って待って待って。挿入は3問の時ってやばい。ね、あれイクトさん生好きじゃなかった？でこの間のあのイヤホンのやつからの流れでしょ。いやこの二人は本当にねひどいかわいそうだった。いやお前だってゴリラとやってるからね。お前に関してはえどこ変えてもいいんでしょ。どこ変えてもいいや。じゃあもう面白くしてください。ブーム。じゃあブーム。いくよいくよ。はい、オッケー。挿入が仏。じゃあ完全なもう枕だよね。枕営業。枕営業なんだ。神枕だね。そこまで行くといたね。そういう人神じゃん。神枕だね。ボケだから。あの時の3回の挿入はそういう意味だったんだって酒屋で。何何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 3回も挿入したの。してない。挿入リーダーじゃん。おいなんかねえかな。ラスト、ラスト締め、ラスト締め。ミカルさん行け。枕王子いいよ。いけるマジで。うん。枕仏です。枕仏匠って言われてる。じじい頭もない。頭もない。早く。ああ、30秒だ。早く早く早く。早く早く早く。遅いよ、早く。早く、おじいちゃん。早く。連れてくぞ、マジで。おじいちゃん、早く。入れるぞ、入社させるぞ。どっかに入れ。早く早く。はい、おじいちゃん。千里の道も挿入から手震えてるから挿入からってことで明日ね、今年の2人が昇格祭イベントなんで、あそうだ、すげえすげえなっちゃったね、はい、ぜひ来てください。来たらウコンちょうだいってことで、また来週、また来週、挿入するぞ。挿入この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。